どうもブルーンビューティーバーの小西とゆきです。今回のご相談は20代男性の方です。付き合って1ヶ月の彼女が家から出かけないのにコンタクトつけてメイクするらしいんですけど、おかしくないですか？聞いてもこれが本当の私みたいに言ってます。あんまり理解できませんとのことですが、どう思いますか？それは確かに男性側からしたらちょっと分かりにくい心理なんでしょうけど、家にいてもどうしても鏡に自分が映るわけですよ、うん、ガラスの前でも映るし、だから自分の顔を見た時にすっぴんよりメイクした自分を見てた方が気分が上がるというか落ちないというか、そういったのがあるから、そこはまあ理解できないのかもしれないけど、自分のその機嫌を取ってるんだっていうふうに思ってもらえれば、だって害はないわけでしょ、男性側にはさ、うん、だからそういうもんだって思ってたらいいですよ、うんうん、そういうもんです女子は。だから男性側のためにメイクしてるんじゃなくて、自分のためにメイクしてるんだっていうふうにそこは理解してあげてほしいです。はい、うん、誰かのためにじゃないから家にいても必要ってことですね、うん、そう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 、まあ、それが全員女性が思ってるわけではないかもしれないけど、うん、そういう意識は男性より高いから、うん、そういう人も一定数必ずいると。そうそうそう、うん、でその中でいろいろメイクの研究とかもさしてたりとかもあるだろうから、こうやった方が可愛く見えるなとかさ、うん、でそういうのがあの仕事とかそういう学校とかがある日よりない日の方がいろいろ落としてまた試してっていうこともできるわけだから、うん、だからすごいメイクが好きであって、で自分を可愛い自分をずっと見てたいしっていう方なので、うんうん、まあすっぴんに自信がないって言えばそうなのかもしれないですけど、うん、まあでもメイクした自分の顔の方が好きっていう女性は多いと思いますよ、すっぴんより、うんうん、そこはちょっと理解してあげてほしいポイントだなと思います。はい、はい、じゃあぜひ参考にしてみてください。じゃあこういった形で何か相談したい方いらっしゃれば、年代や性別も書いて気軽にコメントしてみてください。それではブルーンビューティーバーの小西とゆきでした。